はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はね、まあ、ちょっと悩みというかね、不安になっていることがあるんですけどもね、まあ、運動すればいいんですけども、結論から言うとね、まあ、でも何もしてないので、まあ、体重がね、みるみる増えるとね、すごい不安になるんですよ。まあ、先週のね、通院でね、食事の指導を受けてからというものですね、炭水化物、タンパク質と脂質をですね、ちゃんと摂るようにしてから、体重がね、一気にね、2キロ前後増えたことにね、戸惑いをね、隠せません。で、この震えるね、心はね、ほんまにね、不安しかないんですよ。本当に健康的なね、血液の数値になるんでしょうかね。決してね、その食べ過ぎてるわけちゃうんですよ。まあ、その1日あたりね、1600キロカロリーをね、目安にして食べてるんですけども、本当に大丈夫なんでしょうかね。っていうか、まあ、不安になるのもね、無理ないと思うんですよ。まあ、これまでね、その通院するまでのこの1ヶ月間のですね、1日の総カロリーを管理栄養士さんに計算してもらったところですね、約900キロカロリー弱だったので、まあ、それから比べると倍のカロリーをね、摂取していることになります。まあ、それは急に食べたらね、体重も増えることはね、僕も理解できます。まあ、しかしね、その増えた体重が目に見えてしまうと不安は消えないですよね。嫌でもね、毎日体重計に乗ってそれを画像に残すというね、レコーディングダイエットというものをね、してるわけですから、しかもそれを毎日見返してね、自分を戒めてるわけですよ。痩せようと思って痩せた事実があるので、まあ、そして食べなあかんけど痩せておきたいという心理状態はまだ変わらないわけですし、それはちょっとでもね、増えたらね、不安になりますよとね、今はね、そんな心の感じなんですよ。まあ、その1日のね、総カロリーが1600キロカロリーっていうのはね、だいぶ少ないんですけども、本来ならばね、健康的なね、成人男性30歳から49歳の間でのその1日の運動量がね、まあ、僕みたいに少ない人でもですよ、2300キロカロリーは必要だとね、この厚生労働省のね、推定エネルギー必要量の表があるんですけどね、そこにね、書いてありましたので、まあ、僕の目標摂取カロリーである1600キロカロリーっていうのは、まあ、この表に記されてるものに対して3分の2弱なので、だいぶ少ないことになります。そのね、白血病になる前まではですよ、1日に食べたメニューをね、このインターネットでね、計算できるサイトなどを使ってみたらですね、だいたい2300から2400キロカロリーはね、取ってましたので、まあ、しかも運動してなかったので、だいたい平均値かとね、基準値だったとね、思います。まあ、仕事柄ね、美容師なんで一日中立ちっぱなしですけども、まあ、運動とは言えませんので、まあ、お腹は空くけどカロリーを消費している感は少なかったので、まあ、学生のね、頃の若い頃に比べたら、まあ、多少は小食にはなってました。まあね、その病気する前の時とね、同じようにその基準的な基本的な感じのカロリーを摂取するとですね、まあ、いくら健康的なメニューを食べてても悪玉コレステロールと中性脂肪が増えてしまって、糖尿病のリスクがね、高くなるから控えなければなりません。まあ、しかしね、控えてもですよ、バランスが偏ってたので悪玉コレステロールと中性脂肪がね、上がってしまいました。そんなんがあるから、ちょっとでもね、体重が増えるとね、めっちゃ不安になるんですよね。こう牛乳をね、豆乳に変えてアドレナリンちゃうわ、ヘモグロビン A1C が増えないようにしてますけども、まあ、ヘモグロビン A1C が増えたとしても、増えてる気ね、今数値だとしてもですよ、その赤血球の寿命っていうのがありますので、120日は変化してるので、まあ、夏までは僕は高いままなんですけども、まあ、夏が過ぎたあたりにはね、脱糖尿病予備軍をね、目標に頑張っていきたいところです。ほんで、そういえばですね、まあ、前回の通院で看護師さんからね、もうちょっと体重ある方がいいですねってね、言われましたわ。いやいや、痩せろ痩せろって言ってた病院側ですよ、手のひらを返したかのようにね、体重を増やせ太れって言い出したんですわ。まあ、太れは言い過ぎましたけども、まあ、同じことでしょう。悪玉コレステロール中性脂肪がね、上がってるのにね、ヘモグロビン A1C も上がってるのに、体重を増やした方がいいとは、ちょっと理解しがたい言葉でした。
ちょっとね、精神的に参ってるんですかね、僕ね。健康的に太れってことですよね。難しいですやん、そんな。まあ今のね、この食生活においてですよ、総カロリー1600キロカロリーに近づけるだけなら、それは病院で言われた通りね、炭水化物、タンパク質、脂質をね、プラスすればなんとか増やすことができます。そしてバランスよくと言われているので、さらに野菜の量をね、増やせばね、バランスは保つことができるような気がするんですよ。結局、今までは炭水化物、タンパク質、脂質が足らなくて今の結果なので、それらをこの度ね、増やさないといけなくなったらですよ、野菜が今の分量だと逆にバランスがこの三大栄養素にね、偏ってしまうんじゃないかとね、思ったりしてるんですよ。まあでもね、その先日もらった僕に合わせて管理栄養さんが作ってくれたこのね、表をね、見るとですね、野菜は1日のね、単位はね、1.2 でいいとね、書いてるんです。その野菜 1.2 言うてもね、1単位野菜がですね、300g なので、まあ、いつもね、毎食 300g は食べてるんですわ。その野菜をね、各50g ずつを5、6種類、7種類かを入れて飲んでるので、まあ、それなりにね、食べてると思ってます。50の、まあ、7種類入れたら350グラムなんで、まあまあ食べてると思うんですよね。まあビタミン、ミネラルというのはしっかり取れてるんでしょうけども、三大栄養素が足りなかっただけです。これ以上の野菜っていうのは食べ過ぎになるんですかね。でも野菜をこれ以上食べるなとは言われてないんですよ。どうしたらいいのかな。最初に言った通り運動すればいいんですよね。まあ明日からね、縄跳びしますわ。ああかんわ。このね、明日からっていうのがあかんのですよ。ある本にね、明日やろうはバカ野郎って書いてあるのがね、今ちょっと思い出しましたわ。ほんまにバカ野郎ですね。この考え方がダメなんですよね。思ったらすぐ始めなあかんんですよね。まあこの後ですね、すぐね、やっといます。まあ、縄跳びはね、ジョギングよりもいい運動になるらしいんですよ。真上にこうジャンプするのをね、繰り返すうちにですね、まあ知らんと体がね、鍛えられるらしいんですよね。月曜から夜更かしのね、フェフ姉さんの会でね、やってましたわ。フェフ姉さんのボクシング、ボクササイズかな、その3ラウンドの、1ラウンド3分っていう、その3分間やってたんで、その3分間、縄跳び続けたら結構ええらしいんですわ。またね、動画撮っておきます。できるかな？何年やってないやろ。もうかれこれ、働き出してからも縄跳びという縄跳びなんか握ってないぞ。いやーできるかな、どうやろう、分からんけどな。まあとりあえず頑張ってみます。これでね、ちょっとでもね、不安が解消できますようにね、ひょっとしたら心が病んでるのかもしれないですね。その心もね、この運動によってね、エクササイズ、心のエクササイズにもなればいいかなと思っております。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。